はい、8月31日木曜日起こっていいともの時間が参りました皆さんよろしくお願いいたします、えー、本日の出演者は福井県立大学名誉教授の島田洋一さんですよろしくお願いしますはい、もう一方月刊政論発行人の有本隆さんですはい、よろしくお願いしますそれからスカイプでタレント千葉玲子さんですれイちゃんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはい九州は雨降ってないんですよね天気はいい 晴れてたんですけどもでも雷が、うん、あの若干ちょっと不謹慎なこと申し上げますけど台風が3個みんな中国大陸に向かってるのは曲がるなよまっすぐ行けよと私は期待してるんですけどどうなんでしょうか いいや不ななので言わないようにし <laughs> コメントを控えさせていただきますいやあの北朝鮮の台風行く時もね <laughs>、うん、できるだけミサイル基地への浸水とかしてくれと思いますがああ、まあ、一般庶民にはできるだけね被害が出ないようにとそれはそうです,、はい、うですよね、ええ、あの中国はこの前の、えー、台風7号の時じゃなくて何だったかな、うん、それでダムをさ無警告でいきなり放,放流したって言うんでしょ それで何千人とか一万人とか死んだと言うんですよ。それなんでかというと、北京を守るために、そのダムを。交流無警国でやった。つまり人の命はね、うん、何とも思ってない人たちということですよね。あれね。平気で殺す。死ぬわけでだからせせめて警報だけでも鳴らせば、まだ逃げる余地があったのに。全然知らないか、らいきなりドーンときたらしいですよ。 ね、だから共産党幹部以外の命はね時給、うんうん、儀よりも軽いという本当ですよね本当ですよね。はいじゃあレイちゃん処理水の話最初からですね1番からいきましょうか、はい、お願いします、はいえー、有本先生注目中国の嫌がらせに総理一貫処理水放出巡り 原発処理水の海への放出を巡り、中国から嫌がらせの電話が相次いでいることなどについて、岸田総理大臣は遺憾だと言わざるを得ないと述べた。岸田総理は在留邦人の安全確保に万全を期すと述べ、中国政府には国民に冷静で責任ある行動を呼びかけるべきだと申し入れていると強調した。有本先生 岸田首相に大変遺憾ステッカーを本当ですよね同じこと嫌なこ,、ね、ここにも貼っとけって言うんですよねってくるこれこれってねいやこれねあのお笑い芸人の g 2っていう方がねはい。<laughs> なんかあの岸田不明のオールナイト日本って言ってはい。モノマネ岸田さんのモノマネをしている <laughs> 番組なんか番組というか彼が作っている中でコーナーがあって、うん、あの、えー、読者 からのね、視聴者からの投稿に岸田さんが答えるというので、はい、その投稿がけしからんというのに対して「うん、大変遺憾ステッカーを」っていうのを言うんですけど,ど要は岸田さんは同じそ大変遺憾ばっかり、ね、こういう場面でも遺憾だってもうちょっとね政治家なんだから、うん、あの言葉に、ね、バリエーションじゃないですけど、うん、もうハンデしたようにねこの遺憾だと、うん、どうも本当にね <coughs> 怒ってるんだったら怒ってるっていう姿よね,ですよね私はねその日本がやってる処理水の海洋放出の段階で中国が怒ってた時とそれから日本人学校とか大使館への投石が始まったのは私はステージがもう上がってると思うんですよ。うん、だとしたらあの岸田総理とか林外務大臣の怒り方はもっと上ボルテージ上げて激しく怒ってみせないと。 大変遺憾であった、だったら、なん、も相手に通じないですよね。通じないですよね。また同じこと言ってるわけです。それだけですよね。それだけでから、それで、だから、大使も呼びつけて。え他の事務次官が言うんじゃなくて、ああ、死神の人が。警視かなと怒って、カメラの前で怒って見せろって言うんですよ。本当ですよ。本当に役に立たない神谷大臣ですよね、あれね。島さんは、や、こ、まあ、来月。 んか改造党役員人事あるんですけど廃止が流入となるとこれものすごく私問題だというふうに思うんですけどねまあ論外ですよそしてこの政治家にはねいいとう言葉禁じるべきですねメディアの方も質問する時にねいかんということ以外で答えてくださいと今後そういうふうにね質問すべきだと思いますねそしたら岸田氏とかね。 まあもっと沈黙するんじゃないかと、うん、思うんですけれども中国からもな、ね、められるしかつねねね行動が大事ですよ、ね、そうですすよよそう広島 G7 サミットの場でね、はい、えこういう中国が経済的威圧行為嫌がらせをしてきた時には自由主義革が結束してね対抗措置を取ると、うん、いうことを岸田氏議長として決めてるんですよ、うん、そうですよねまさにこれテストケースだってうんでね各国に呼びかけないといけないんですよね、うん、対抗措置取りましょうと。うん ところ、がそういうこと、何もしない。やってないですもんね。私も、うん、論外ですよね。うん、はい、レイチェルちゃん、二番をお願いいたします。はい、えー、島田先生、注目、はま寿司、中国で日本食材の使用を取りやめ。規制を遵守する。回転寿司チェーンはま寿司は中国の公式 S. N. S. で。中国にある店舗では、日本産食材の使用を取りやめたと投稿した。<laughs> 中国税関当局などによる日本産食品への規制を遵守するとしている。SNS によると浜寿司は中国で三十店舗以上を展開している。島田先生のツイートです。早く損切りして撤退すべきだ。これも島さんお書きになった通りですよ。もう早く撤退した方がいいですよ。これ残ってたっていいことなんもないですよ。これでも。これあの当の浜寿司のね、はいえー、心ある社員たちも。はい えこんな嫌がらせを中国から理不尽に受けてね、うん、にもかかわらず、ま、さらにすり寄ってまで中国で商売したくないと、うん、思ってる人が多いと思いますだから経営者の責任ですよねうん、うん、経営者の判断でもしっかり損切りしてねうん、うん、撤退するべきじゃないですかなんかいろんなツイッターでいろんな人のを呼んでますけども日本産の水産物輸入禁止それだけじゃなくてそもそもが。 あの中国で取れたものについてももうとにかく買うものがいなく食べる人がいなくなっているというふうなのが出ていましたけどそうだとしたらはま寿司なんてもう中国産の魚を使おうが何しようが客は来ませんよだとしたらだったらもう島さんこのお書きになっているように早く損切りして撤退せよっていうのはもう唯一の正解じゃないですかこれは。 うん、BBC の特派員が日本産の海産物が危険だったらどこの海産物を食べればいいんだっていう一緒に指示のことを書いたけどね、うん、ああそうだと思いますよ。うんうん、だってあのフランス沖のトリチウムははるかにもうその高いわけでしょ <laughs>、うん、中国なんて中国周辺なんてはるかに高いわけじゃないですか。えー そういう事実をね無視してねこういうことをやるっていうのはいかんですね。だからあの中国在住の外国人もね、うん、今荒木さん言われたように、日本産の魚だから安心して来てたんですよ。中国が取ってきた魚だったら怖くて行けないんじゃん。うん、かそですね。すか中国なんかで生野菜なんて食えたもんじゃないからみんな生野菜なんて出ないでしょ。野菜あの日本にだってね中国産の野菜相当輸入してるで安いですよスーパーで見ると。だから絶対の私は買えませんよ。 な何が入ってるかて汚,染汚染されてるのはほぼ間違いないわけだからそうそうで中国国内で食べるのも中国で取れた生野菜なんかあ危なくて食えないって,ってそ,そうですよね調理してから食べるわけでしょだって自国民が自国のね <laughs> 信じてないのに日本産だからみんな食べに行くのに、うん、それともう一つ笑えるのは中国から来た観光客が真っ先に寿司屋とかついて魚を食ってるって言うんですよ、うん、それ本当に。うん、笑えますよねだから彼ら彼は 公式に言われていることはそんなことは信用してなくて、日本に美味しい魚の食べに来てるんですよ。やっぱり、うん、それはそうだろうなと思いますよね。うん、それ言うと、まあ下手すりゃ殺されかねない国だから、うん、あのそうだそうだと言ってるけど、本当のところそうじゃないんで,、ね、です、ね。だねあの。私以前あの中国にね、まだ行ってた頃、はいはい、あの私勤務した大学と向こうのあの大学とね、はい、交流事業とかで,はい、はい、で、向こうの、まあ、あの中国のレストラン行ってね、食事するでしょう。う中国人のやつね。 みんな自分のお茶持ってきてお湯だけくれとか言ってねその茶葉を入れて作って飲んでるんですよそれいや日本から輸入した茶なんだと中国の店で出る茶なんてね危なくて飲んでられないとそういう感じなんですよねなるだからこの共産党の幹部たちもそういうの分かってるから全面禁止てどうするんでしょうかね本当ですよはい礼ちゃん次3番いきましょうか台湾台湾ですよね 在日台湾人団体、日本の漁業者や水産物への応援を呼びかけ、中国の暴挙に反対。在日台湾人団体の連合組織、全日本台湾連合会は、日本の漁業者や水産物への応援を在日台湾人に呼びかける声明を発表した。 日本の水産物をたくさん消費して中国政府のむちゃくちゃな暴挙に反対するよう求め世界各地の台湾人に対する積極的な情報発信を促したいやいや台湾ってこういでのは、ね、日本がね、うん、あなんだっけ、えー、っとパイナップルか、うん、パイナップルとか最近でマンゴーとか、ね、中国側から禁輸されたのは日本が全部。 引き取って買っててるじゃないですかでも台湾の人はそれよく知ってるから本当と魚は自分たちがっていうこれですよねこれはやっぱりもう日本にとって <laughs> 中国は敵だけど台湾は本当に味方だっていうのは、うん、もうこの一言でよよく分かりますよねだからこれもう台湾は本当そうなんですけど、うん、中国はですね尖閣やですね太平洋の三陸沖で、うん、三陸沖ではサンマを あの大型漁船取りに来たりじゃないですか尖閣も取りに来ているわけじゃないですかそれやめ,る、うん、やめさせるんでしょうね当然ねそうだってこんな危険だとか言って言ってるんだから全面禁融やってんだからそれなのにのこ,のこ取りに来るサンマ漁そのものはこの前東海大学の山田さんが来られていろんな話を聞いたらサンマそのものがあの海流っていうかあの 陸地に近いところの海水温が高すぎてサンマーが全部沖合に行っちゃってそ,っゃっ、ね、そもそもねもう取りに行かないんですって日本の漁船も,もう燃料代かかるすぎて行かないで行っても何ていうかその餌になるものはあの陸地の近くにしかいないからちっちゃいんですって無理して鳥行ってもましてやね中国とか台湾韓国の方ねもう来ないんですってうんもう。もう サンマに関して言えば、うんうん、だからもうサンマは小さくても高くてももう高級魚並みの値段でも食べたいという人以外は口に入らないということらしいですよ山さんに聞いたらもういやもう良くなることはありえませんとおっしゃってましたからね。ねうん これは台湾の方でね日本、ええ、の水産物を食べるじゃないかと、はいえー、運動してくれてる人がいるっていうねはい、はい、でこういうもっとねアメリカはじめ各国に広げないといけないんですよ岸、ねねはい、田氏が呼びかけてね、うん、だからサミットでそういう合意もしてるんだからうん、うん、でアメリカでもね私が知ってる限りでもあの保守系のねシンクタンクとかはねこう呼びかけしてくれてるんですよある程度ねでトルチウム福島から出てる量よりもね 中国の原発がどうしてる量の方が圧倒的に多いじゃないかと、うん、そういう発信してくれてるね <laughs> 星はいるんですよなるほど,るほどで、それねいろいろこうき変なこと書き込んでくるやつは左翼でねなるほどいや<う>日本の場合はまさに核汚染水だからね危険なんだとかね左翼はそういう書き込んでくるだからきちんとね共和党とか保守派とネットワークをね気づいとかないといけないんですよそうですよ、ね、石田氏はねあ何もやってないんですよねそれに、ね、けしからんのはね令和のね山本太郎が英文で発信 し始めて、うん、これがね欧米に結構出回ってるらしいんですよ。だからね <laughs> 対抗措置というか日本政府がねもっとこのどんどん広報を強化しないとあのあの日本語以外の言語でね、うん、そうその先回りされてるようじゃダメですよねこれは、ね。本当ですね。<laughs> えー、はい次は玲ちゃん四番をお願いします。はい、えー、有本先生注目首相官邸のツイッターです。 三陸上磐ものを食べて応援三陸上磐の海の幸は魅力あふれるものばかりです。現在三陸上磐ものを応援するキャンペーンを開催中です。駅弁やネット通販などで今が旬の食材をお楽しみいただけます。三陸上磐ものをはじめとした安全で美味しい日本の海の幸をぜひ応援してください。有本先生。 これは賛成。みんなで三陸常磐だけでなく、北海道なども含め、日本の水産物を食べよう。うん。これはもう本当にそ,その通りなんですよ。それで、そのな、なんというか、そういう風評被害のためにね。予算は八百億ですよ。うん。うん そんなの形状するの800億でその常磐ものの魚全部買ったって800億のなら何回だって買えるそれを首都圏に持ってきて安くで売ってみんなに食べてもらえばいいじゃないですかそれで全然大丈夫だっていうことをみんなが確信してもらえるのがそれは一番私は手っ取り早いんだと思うんですよ。風評以外ででなん億も予算を組むのかねえ 言葉じゃなくてね、一緒に食べてもらおうという。そう食べたりね、あのプール作ってそれで泳いだりね。ああ、そういうでもあるしね。飲むのはな海水だからあれでしょうけど。ああ、記者さんでも林さんが泳いでみしたらいいんです。よ泳いでみるね。これそしたらね、あの山本太郎の話すると、え共産党の議員とかね、立憲民主党の議員とか。 あこれ核爆発で危険だと今中国に連動したこと言ってますよね。うんうん、こういう連中というのはね、これ刑法二百三十三条違反なんです、はい。はいはつまり虚偽のね、風説を露骨して損害を与えたものは懲役三年以下の <laughs> に訴訟するとね法律があるんですから逮捕、起訴しないといけないんです今、国会、休会中だから、うんはい、逮捕に何の法的障害もないんでねうんだから手始めに山本太郎なんて、ね、あれ逮捕して起訴すべきじゃないですかなるほど、ね、法律にのっとるをしないといけないん、ね、うん。うんうん 泉立憲の代表は自分でね伊勢えびかなんかを調理してるのを載せてたけどもそういう自分のところの議員を注意しなきゃいけないですよねこういうこと発信するのやめろと注意するとか除名するとかねだって立憲民主党の中で確信判定できない人が何か今じゃ明らかにねえこれは注意じゃなくて除名するぞって今脅さないとそしてね自民党の議員も甘いですよはいはいはいで今言ったようなねいは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 い あの告訴しないんですか?うん。これアメリカなんかだとね、民主党の議員が、つまんないこと言ったらね。共和党の議員がこれ告訴だとかね、うん、そのプレッシャーかけるんですよね。なるほど。うん、はい、れいちゃん次ね。長いからさ。一、はい、二、三番まで読んで、よ、んでもら、もいますか四、四五はもう結構です。あ、はい、わかりました。有本先生注目。<laughs> 中国の処理水問題への。 細川正彦名状大教授の提言。日本が戦略的に外交を展開するための5つの行動パッケージ。1、中国からの水産物に対して全量検査を実施する。2、WTO に提訴する。3、9月の G7 サミットで合意された経済的威圧に対する共同対象として、 本県を G7 議長国として取り上げて、代替市場の開拓への支援を求める、はい。 島さんおっしゃってくださる3番目に出ていきますよねこれ合意 <coughs> ちゃんと合意されてるわけですからす議長たる岸田総理はこの G7 各国首脳に対してそうやって呼びかける義務がありますよね。うん、そ,れそれ何もやってないというの,、ね、もうの今は今官邸が、ね、<coughs> 完全に行動麻痺 思考麻痺両方ですけれども <うん S 2> でねこの代替の市場を自由主義圏で確保してくださいよとこれは今回は日本がやられてるけどね今後他の国もやられてるんだからテストケースとしてね共同対処しましょうと呼びかけないといけないのに今の岸田政権の態度だとね中国に早くまた買ってくださいねそうじゃなくてね こっちが代替市場を確保して、はい、中国がまた買ってやろうと言ってきても,、うん、あ,もあんたとゴルもありませんと、うん、そういう体制作るべきなんですねところしょうね。ということは有本さんねこれよあの4番のところにホタテの中国での加工施設を中国外に出してんだからサプライチェーンを <laughs> ああ新たなサプライチェーンを構築するっていうのは。 僕もこれ知らなかったんだけど青森で作られたホタテの加工場が普通に中国にあるんですってねだからこれをだから動かさなきゃダメだと、うん、ああそれのもねもう禁輸して受け付けないと言ってるんだからもう中国に必要ないわけだから日本に戻すか他の国に移すかすればいいじゃないですか。それにそ

高市さなえ経済安全保障担当省は閣議後の記者会見で東京電力福島第一原発の処理水海洋放出を受けた中国による日本の水産物の輸入全面停止について WTO への提訴など対抗措置を検討していく段階に入っていると思うと語った G7 各国などと連携して対処することなども挙げたこれね あのこれには出てきてませんが高市さんはこれはあの閣議後会見で聞かれたんだそうです急に。でそれで、えー、高市さんはこれは本来から言えば外務省と経済産業省の管轄ですがってそんなこと関係ないんだよだって国務大臣として発言するその義務というかいくらでもや,やっていいわけでしょそしたらそんなこと関係なく自分の考えをどんどん私はね 前に出すべきだと思う。ないなと。<laughs> 廃止を主張するのと、岸田大臣として何も発言しないんだから、待ってたってダメですよ。だったら自分が出て行ってこうしたこいこうすべきだとね言ってな何の問題もないじゃないですか。まあだからあのー、お魚食べるのはいいけども、低層、はい、もういなすったりしなきゃ。はいね、そうだそうですよね。今しましま先生がおっしゃったようにね、まあ細川さんも書いてあるようにね、うん、もうしなきゃ高橋さんがこう言ってる前にもう。うん 国として提訴しなきゃダメですよ遅すぎますよそんな検討していく段階ってそんな段階じゃじゃなくてねだって中国がこういう対応を取るのは予想されたことだわけですここまで強いとは思ってなかったかもしれませんけれどもそれは官僚たち準備してますよそうですよね政治の決断は遅いんですよこの WTO 提訴なんてはね これ即日やらないとダメなでそうでですよね、うん、であの WTO の、ね、紛争処理パネルなんていうのは全く機能してないんでそうですよね、はい、実際あの持っていってもね、うん、えこのしっかりした結果が出たりしません、はい、少なくともものすごく時間がかかるん、はい、で提訴するかというと日本は完全に自信があるんですよっていうの国際アピールするために、ねうん、WTO 提訴という手段。 だからこれ即日やらないといけないんでねうん、うん、これ今から検討しますとか時間かけたら、うん、あ日本もなんか自信がない部分があるのかなと、ね、そ,うそ,うそういうことですねかえってマイナスなんですね。うん、ですよねおっしゃる通りですよねその関連ですレイちゃん7番お願いしますはい中国日本の WTO 提訴検討に反発輸入停止は正当で合理的と主張中国外務省の王文秦報道官は日本の海洋放出について 国に走った極めて無責任な行為だという従来の見解を披露その上で国際社会は批判し関連する防止措置を取っていると主張した具体的にどの国がそうした対応を取っているのかは明らかにしていない、うん、まあだから今もう石間さんが答えをおっしゃってくだ,くださってますが、まあ、WTO なんてもう 提訴しても,もうあそここ本当に役に役立たないところだからパフォーマンスでもいいから早く提訴しましたっていうで発表しなきゃダメですよねこれはね。うん、で,ねであの、ま、国際機関をね、えー、味方につけるという意味ではでに国際原子力機関 IAEA、e、の事務局っいうのははっきり日本の対応は正しいし IAEA、e、自身も海水の,の検査してるけど、はい、全然問題ないんだと言ってくれてるわけですよ。 それ,をだからそれをどんどんね国際発信すれば済む、えー、ことであってだから WTO 提訴なんかも即やってね、えー、次の段階の措置、えー、さっきから言ってるように、えー、<laughs> 各国にですねその代替市場を求めるとかねもうそこに入ってないといけないんですよね。 しかし国際社会批判してどこが国際社会だって自分だけじゃない自分の国だけじゃないですそうそうですああ北朝鮮もあ北朝鮮と中国だけじゃないですか私利私欲って中国に思璧私欲って言われたくないですよね <laughs> 本当に本当ですよねああ中国ほど私利私欲でやった政策を取ってるとこがないのにね極めて無責任になって本当にそっくりそのまま返したいですよね <laughs> はい礼、ね、ちゃんちょっと時間の問題があって飛ばして10番を呼んでくれます はい、えー、岸田総理が二階氏に訪中要請。岸田総理大臣は自民党本部で二階元幹事長と会談し、中国が反発している福島第一原発の処理水の海洋放出を念頭に、事態打開に向けて二階氏に中国訪問を要請したことがテレビ東京の取材で分かった。関係者によると会談で岸田総理は、 中国側と話せるのは二階元幹事長しかいない。ぜひ中国を訪問してほしいと要請したという。二階氏は中国との間に独自の人脈を持つことで知られ、安倍政権においても数千人規模の民間人らを伴って中国を訪問して、習近平国家主席ら要人と会談を重ね、政府間の関係正常化を後押しした。 これね岸田さんの僕は発言のの本当に問題だと思うのは中国側と話せるのは二階元幹事長しかいないってその話っていうのはどういうことかということが重要なわけでしょもう誰が考えたって今の時点で二階さんに言ってもらえば二階さんが中国側とどんな話をするかともう分かりきってんじゃないですかねそのことをも,もう岸田総理は分かった上でこんなこと言ってるなら <laughs> もう言語道断ですよこれは本当に。 もう内閣が潰れてもしょうがない、そう、それくらいの話ですよ、これは。岸田さん、多分そういうことピンって来てないと思うんですよね、おそらくね。うん、私はとんでもないと思いますが、が島さんいかがですか。か俺は誰に頼んでんだっとうですけど。<laughs> あの二階氏とかに頼むっちゅうことはね、はい、いかにもあの許してくださいと。はい、すり寄りに行くというイメージになるんでね、はい、ただし。あのある意味ではね、こう <coughs> 二階氏とかね。 の傭兵とか、うん、そういう人間が独自の立場という格好でね北京に行ってうやめろと、はいお言うちゅうのはいいことでね、はい、それで何の効果もなかったらあこの連中は結局ね役に立たないんだというのが明白になりますしね二、うん、しあ辺りが、まあ、可能性ないんですけどもし向こう行ってこれおかしいと、うん、あの大声でこう叫んでくればね、うん、中国側も二回でそれは怒ってんだったらあこれはまずかったかなと思うかもしれないんでね。 まあそういう格好で使うんだな話もね。首相があのお願いしたっていうのはね、これはあのダメですよね。これはねちょっとねいくらなんもう二階さんなんてだって引退するかどうかって話がもう最近出出まってるじゃないですか。いやこれね日本側がねいかにも困ってるっていうのを内外に示しちゃうっていわけです,、うん、うですよ。そういうことね。そう,そういうだってこんな中国のね、うん、こんな対外毅然とやると、うん、こんな絶対屈しないと総理大臣が言わなきゃいけないんですよ。うんうん、でこんな会談なんてね。 それをこうによりによって、鍮中,中の、ね、二階さんに頼むなんて、ありえない <laughs> とんでもないですよね。